はい。皆さん、こんにちは。チョです。今日の株式マーケットはですね、昨日のネットフリックスの決算、そして今日発表がありました PMI の内容が非常に良かったこともあって、大きく上昇しているような今日ですね、1日となりました。で、今日ですね、非常に重要な決算もあるので、そういったところも含めて皆さんと一緒に見ていければ、確認をしていきたいと思います。一応今日ですね、テスラの決算があるんですけれども、今、まあ、あのクローズした直前ということもあって、 まあ直後か、直後ということもあって、まだ発表されていないんですが、この収録内にですね、皆さんの、にお届けできるような状態であれば、お届けをしていきたいかなと思っています。で、今日ですね、まず見ていただきたいのは、ヒートマップなんですけれども、やっぱりですね、引き続き半導体関係の銘柄が非常に好調ということで、このあたりの流れというのはですね、あまり変わらないで、今後も継続して、こういった銘柄が中心に変われていくんだなというのが改めて え、感じられた内容だったんではないかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、今後、えー、まあ、何をじゃあ、ね、買っていくかって、やっぱり、あの、引き続きやっぱり難しいんですけれども、まあ、やっぱりまだ、あのー、今から安いから、じゃあ、この銘柄買おうかみたいなものよりも、まあ、ある程度高かったとしても、えー、マイクロソフトですとか、まあ、エンミリアのような、まあ、AI、もしくは、まあ、今のこのマーケット環境でもう勝ち続けている。あのー、 これまでの記録的な株価の更新を続けている銘柄を買っていった方がまだ安心感っていうのは正直あるよなというふうに思ってる方、いらっしゃる方も非常に多いんじゃないかなと思うので、まあ基本的にはそういったところにまだお金が入っていくんじゃないかなとは思います。はい。で、まあそんな環境の中ですね、今日皆さんにいくつかご紹介をしていきたいのは、まあ今日大きく上昇していた要因の経済指標だったりとか、ネットフリックスの面白い一つニュースがあるので、 ぜひご紹介をさせていただきたいのと、あとはですね、アメリカ以外の今、中央銀行の動きが少し活発化し,活発化していきそうなので、そういったところもですね、一つ見ておくと、今後のフェットの行方というのも少しわかりやすくいられるんじゃないかなと思います。はい。で、まずはですね、こちらの S 数の方から見ていきましょう。まずはですね、ダウがマイナスの0.26%、S&P がプラスの0.08%、 ダスタックがプラスの0.36%となっておりました。で、債券なんですけれども、まあ今日ですね、軒並み金利は上昇しておりまして、2年債については0.37、0.037%、約4ベースですね、上昇していました。で、10年債に関しては4.5ベース 0. 0、0.045%の上昇となっておりました。引き続きですね、米国の経済が好調ということで、 え、金利はですね、のきなみ上昇しておりますけれども、やっぱり金利爆上がりというよりも若干ちょっとやっぱり、え、金利を買う、債券を買うのはまだ早いかなというような印象で、まちょっとポジションの調整がまあるぐらいなんじゃないかなとは思いますが、まいずれにせよ、え、今年はですね、米国の、え、ま国債もそうですし、え、まトップ企業の、まあの、インベストメントグレードの債権というものは非常に変わりやすくいいんじゃないかなと思うので、まあまり金利の上昇っていうのは、あの、過度に 予測する必要、まあ、考えておく必要っていうのはないのかなというふうには僕は思っています。はい。で、あとはですね、こんな状況の中、ドルが上がっていましたが、ドル円に関しては一旦下落で、147.63というところまで一旦下落をしておりました。で、その一方で、まあ、全体的にですね、ドルも下落をして、ユーロドルに関しても上昇して、1.088というところまで、まあ、一旦上昇しているような感じ。まあ、いわゆるそのドル安の方にですね、 今日は向かったというような状況となっていました。はい。で、あとはですね、クリプトなんですけれども、1%ほど、ね、ビットコインについては戻していましたが、まあ、全体としてそんなに強いというわけでは正直なかったんじゃないかなと思います。メインのトークに関しては、もう一つイーサレムに関してはですね、0.13%ぐらいしか戻っていないので、まあ、反発が非常に弱いなという印象が、まあ、かなり持たれているかなと思います。でコモリティに関しては今日ですね、75.46というところまで約1.5%上昇してまして、 え、ゲームカップに関しても、上昇が今日は見られました。で、そんな中少しやっぱり気になるのが、ゴールドですね。え、今日は、え、ま、金利が下がって、ドル安にはあ、すみません、金利が上がってドリアスにはなっていましたが、え、まあ、ゴールドはですね、0.65%の下落で、2012ドルまで下落をしています。で、ゴールドについては、やっぱりですね、今、あの、イスコンの市場環境の中で、え、なかなかちょっと変わりづらいというか、あの、まだ引き続き金利が高いということもあるので、 先行して買いたいというような状況ではないというのが一つあるのかなと思います。ただし、常にですね、ゴールドについては注視されているような銘柄でも今年はあると思うので、まあ皆さんが水準感として買ってもいいかなというふうに思ったタイミングで買えるように、まあ水準感というのを見ておきたいのと、あとはですね、やっぱり性格的リスクが高まっていくることによって、まあ大きく跳ねてくるようなアセットクラスでもあるので、まある程度、あの、まあ動向もそうですけれども、 世界情勢を見ながら、このゴールドの価格も一緒に見ておくっていうのは、まあ一つ、考えておいてもいいオプションの一つなんではないかなと思います。まあ個人的にはゴールドを買っておくというよりも、ビットコインの方がですね、正直アップサイド、あの、そういう地政学的なリスクが何かあった時のアップサイドっていうのはビットコインの方がやっぱあるんじゃないかなと思うので、まあ今ゴールドについて、その需要が正直どれぐらいまであるかっていうのは、まああの、もう少し押し量っていきたいなっていうには思ってます。 はい。で、ここからですね、皆さんと一緒に、えー、チャートの方ですね、見ていきたいと思うんですが、その前に、えー、このチャンネルは FXGT のスポンサーでお送りをしております。FXGT はですね、一つの講座解説するだけで、えー、米国株、為替、仮想通貨、コモィティ、この4つのアセットクラスが取引できます。概要の方からですね、講座解説していただきますと、1万5千分の取引ボーナスもらえるキャンペーンもやってますので、えー、ぜひ使い方を参考にしていただいて、ご利用いただければと思っています。 はい。ということで、こちらのまずチャートから見ていきましょう。こちらは、冷やしのナスタックのチャートになっています。一旦大きく伸びるようなこともありましたけれども、少し戻しましたが、引き続き、終わりにベースでの市場最高高値というところを更新して、今日一日を終えました。うん、本当にナスタックというか、まあ、NVIDIA、マイクロソフト、半導体強いなっていう感じですね。まあ SN、SNS を AI の関連銘柄が引き続き変われているというのは変わらないですし、まあ、おそらくこれからも、 この状況は変わらないんじゃないかなと思います。一方で、こういった AI 関連の銘柄がですね、ちょっと高すぎるんじゃないかっていう声も出てきてはいますが、やはりですね、さっきも言った通り、高すぎる銘柄をじゃあやめて安い銘柄、いわゆるバリエーションが低い銘柄を買うのがいいかっていうと、ちょっと難しいですよね。やっぱりその AI 関連の銘柄の今後の利益の成長率っていうところは、やっぱり我々もあまり想像がついてない部分もあると思うので、 その出てくる決算の成長が我々の予想を大きく超えてくるってことは十分あると思いますし、やっぱりうまくいってないところよりも、しっかりとうまくいっているところを中心にですね、米国株も含めて、何でもそうですけれども、買いたいなと、買っていこうが安全だなというのはあるので、とりあえず勝ち馬に乗り続けるというのがすごく大事な市場環境なんではないかなというふうには思っています。はい。あとはですね、今日ちょっと え、ドレアスの方に触れましたけれども、まあこのトレンドっていうのがですね、戻るかどうか、まあこれが一つ大きな注目のポイントに今後はなるんじゃないかなと思います。思った以上に、えー、FRB よりも他の中央銀行の方がですね、早く利下げに向かいそうなんですよね。なので、まあ、あの、このちょっと前まで続いていたドル売りのトレンドって、うん、こっから来るのかなっていうふうに考えると、ちょっとも,もしかするともう少し、 ドル安のトレンドに行くまでには、時間がかかるんじゃないかなというふうに、正直今思い持っているので、もうしばらくは、ちょっとその、ドル安の期待というものはあまりできないかもしれないなっていうのは、感じとしてはちょっとあるのかなと思いますなので、今年の後半から来年ぐらいにかけて、ドル安に転換していく可能性っていうのはあると思うんですが、今のタイミングでは、もうしばらく、 え、ちょっとそのドル安の方向感というよりも、まあドルが、まああの、ドルが上がっていくというのも、そこはえ動きっていうのをですね、していくんじゃないかなというふうには思っています。はい。まああとは皆さんも、大好きなですね、エネビーのちょっと、え、動きを見ていきましょう。はい。もう、毎日爆裂な、あの、動きをですね、まあ、してますけれども、本当に驚異的ですね。え、年社来の動きというところで見ていても、まあ大体ですね、そうですね、えっ、ー、と48、485。 体から約1 0うん、30%ぐらいも上がってますね。本当に、あの、下がってる日の方が、あの、圧倒的に少ないというような、まあ、驚異的な銘柄になって、な、待ってますけれども、まあ、本当にこれ、高い、高いですよ、というふうに言う人が、まあ、出ても、全然おかしくないんですけれども、それでも変わり続けるというのが、もう、やっぱりこの、NVIDIA の強さ。そして、えー、こちらがマイクロソフトなんですけれども、マイクロソフトに関しても、えー、年賞はですね、373ということで、まあ、約10%ぐらいですかね。 え、上がっていると。はい。まあちょっとこの2024年が、あの、まあ、こんなに好調でいいのかというのはあるんですけれども、まぁ、あえー、今年はですね、大統領選挙の年ということもあるので、まあ、かなり株としては、まあ、上がりやすいというかですね、上昇の期待が高い年なんではないかなと思いますので、まあ、引き続き、上昇を見込んだ方向感というところが、まずは第一に取るポジションの方向性なんではないかなというふうには思っています。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒に、 え、注目ニュースですね、見ていきたいと思うんですが、まず一応今日、どんな決算があるのか見ていきたいんですが、水曜日ですね、え、テスラ、IBM、このあたりが非常に大きな注目を、え、集めてくると思います。で、明日以降はですね、インテルと、え、ビザが木曜日、そして、え、金曜日にはアメリカンエクスプレスがあると。で、次の週に、え、確かアップルとかですね、まあそういった、あの、いわゆるマグニフィセントセブンとか最近言われてますけれども、まあいわゆる GAFAM というふうに言われていた銘柄が、え、決算出てくると思いますので、え、注目をしていきたいかなと思っています。 はい。で、まずニュースですね。こちらから見ていきましょう。今、テスラの、えー、決算が出たっぽいので、ちょっとこっち先見ていきましょうか。えー、テスラ、ミスイズ・フォースクォーター・レベニュー・エステメイト・オン・ウィーク・オート・セールということで、えー、テスラはですね。えー、アフターで、ま、約2.5%、下落をしているような状況となっています。はい。で、えっ、ー、と、売上げの、えー、まあ、その、ターゲットをミスしたしし、してしまったっていう中で、2.8%ぐらいの下落に、え、とどまったというのは、ある程度、 まあちょっと見込まれていた、えー、まあ、その、なんていうんですか、予想になっていたのかなと。ここ最近結構テスラ弱かったですよね。なので、やっぱりある程度、えー、そういったところもですね、まあ、あの、折り込まれていたというとちょっとおかしいかもしれませんが、まあ、少し、えー、まあ,あ、予測していた人たちはある程度多かったのかもしれないですね。で、はい、今のタイミングで、また3.5%。もうちょっと、今日もしかすると、あの、下落するかもしれませんが、まあ、以降の動き、どうなっていくのかっていうのが、まあ、本当に今後の中長期的に、 え、テスラがどういうふうに期待されているかというところが、え、まあ、映ってくると思うので、え、注目をして、え、見ていきたいかなと思っています。で、数値を見ていくと、え、アーニングですね。まあ、これは利益ですけれども、1株あたりの利益が74ドル、あの、74セント予想だったのが、71ドルあ、71セントになっていて、え、売上に関しては25.6ビリオンの予想が25.17ビリオンということで、え、約、え、ま、400億ぐらいですかね。 売上も,売上もミスしてしまったとはいまあ今後引き続きですねやっぱりその米国の経済が少し緩やかに減速をしてくるというふうに言われている中思われている中売上をですねしっかり伸ばしていくっていうのが結構シナの,の技なのかもしれないっていうのはある程度こういったハイクオリティでかつ高い高価格帯っていうのは少し難しいところも え、あったりするんじゃないかなと思います。で、まあ逆にこの先日のネットフリックスのところが上がっていたっていうのはそういったえ、まあ贅沢品にお金を使わずに日常でえ、まあ、楽しいものに対して使っていくっていうような傾向かもしれないので、まあいろんな傾向だったりとか、まあ今のえ、まあ、トレンドというかですね、まあ状況っていうのはもう少し見ておく必要があるのかなというのには思っています。はい。で、あとはですね、オペレーティングマージンに関しましても、昨年同月比で16%だったものが今8.2%になっていて、まあ、かなり あの、オペレーティングマージン。まあ、いわゆるその、えー、営業利益率ですかね。が、かなり落ちてきてますね。まあ、このあたりに関しては、えー、なぜかっていうところも見ていく必要があると思うんですけれども、かなりの、えー、まあ、数字の赤にはなっているので、まあ、今後の詳細で、えー、まあ、ない、あの、マーケットの動きが変わってくる可能性はあるんじゃないかなと思ってます。はい。今のところは3.2%のギャックですね。はい。で、ニュース見ていきましょう。えー、マイクロソフトがですね、今日、え、一瞬ですが、まあ、3トリリオン US ドルというところを、 え、ま、一瞬、タッチしましたということで、え、ま、本当にマイクロソフトの躍進というのが、え、変わらない、え、変わらない、あの、本当にすごい状況になってますね。あの、今後もやっぱりこの、マイクロソフト、え、そして NVIDIA、ま、この本当に2等、二拠、2拠等みたいなところが、成長をですね、今後、え、さらに見せていくと思いますし、ま、そこにアップルがどういうふうに絡んでいけるかですね。アップルについては、え、今後ですね、成長の、利益の成長っていうのが、え、なかなか見られないというような状況にもある中、 株価の予想っていうのが上がっているので、まあ本当にそうなれるのかですよね。うん、まあそもそもあの売上利益が維持できるのかっていうところもそうですし、それが変わらない中で株価が変われる、そんな状況って本当にあるのかっていうのを、まあ一部の投資家はやっぱり危惧をしていたりもするので、まあしっかりと彼らはですね、えー、自分たちの余ってるキャッシュで自社株買いをしたりとか何かしらのその株価の総上減策っていうのをやってこれるのか、まあそういったところが今後注目を集めていくんじゃないかなと思います。 はい。まあ、あとはですね、昨日、えっ、ー、と、非常にいい決算を出したというふうに言われているネットフリックスなんですが、材料の出尽くし感から、ドイツ、ドイツ銀行、ドイツバンクがですね、ダウングレードしました。まあ、これ結構面白い動きだなと思ったんですが、まあ、一応、今ですね、あの、今というかその、まあ、昨日ですかね、皆さんが見た昨日では、 10%よりを超えるような株価が上昇していましたが、今日の今、アフターでは0.1%。まあ、ほぼこういったダウングレードの影響はないんですけれども、まあ、やはりこういった材料で尽くしかんでしょうというふうに言われているのは、今の米国経済がやはり弱いというところも一定程度加味されていると思いますので、やっぱり今後、米国の経済全体が悪化して、かつ、まあ、いろんな決算というところに関しても、なかなか成長が難しいというふうに え、織り込まれて、まあ、もうすでに折り込まれていると思うんですけども、これが、さらにですね、もっともっと経済の悪化が出てきた時に折り込まれていけば、まあ、自然と株価は下がっていく可能性もあるので、まあ、本当に今後決算が実際にどうなるのかですよね。そして米国の経済が本当に減速してくるのか、まあ、こういった、あの、ミクロ、まあ、ミクロっていうのはその個別株での状況と、まあ、企業ごとの状況と、マクロの観点で、 え、うまくいくそうなのかどうか。まあ、こういった別で分けて見る必要もあるんですけれども、やっぱりかなりマクロのインパクトっていうのは大きいので、そっちも注視して見ていく必要があるのかなと思っています。はい。ま、あとはですね、え、こちら、え、米国の総合 PMI が7ヶ月、7ヶ月ぶりの高水準ということで、まあ、これがですね、今日の株価の、そして金利の上昇の要因となったんじゃないかなと思います。で、1月のですね、総合指数なんですけれども、 予想が51で、前月はですね、50.8でした。で、今回は52.3ということで、引き続きですね、米国の経済がかなり堅調であるというのが示されたと。で、もう一個ですね、面白いのが、ちなみに今回の水準は、7ヶ月ぶりの高水準ということで、受注のですね、非常に堅調さっていうのが出ていたんですけれども、こちらにもあります通り、雇用の伸びというのは、 え、鈍化しています。で、人手不足で、熟練の労働者の確保が依然として難しいと、え、回答されたということなので、まあ、少しずつですね、やはり、え、雇用の数値というところが、え、まあ、弱くなってきている。まあ、これはですね、本当にいろんな方が指摘されていて、え、この問題というところはあまり大きく取り出させていませんが、先日発表がありました、え、ブレバンハワードのですね、え、調査のトップの方が、ま、今、 労働参加率というところが下がっているから、失業率が維持できて,できているだけで、まあ、本当はですね、まあ、どん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 あの失業率が上がっていってもおかしくはないので、今、市場はまあ少し数値というものを勘違いしているみたいな発言もあったので、そういった点も注視をしていきたいかなと思っています。で一応今日の色々踏まえた上で、えー、利下げの折り込み状況というところについては、ほぼ変わっていません。 3月はもう今ですね、利下げはしないというのが大体6割ぐらい織り込まれているんですけれども、5月のタイミングでは今約80%ぐらいですかね、が利下げにまだ織り込んでいるような状況ですね。まあちょっとこれも早すぎるんじゃないかっていう意見もありますが、まだ5月の判断をするまでにはあと3回4回重要な指標が判断できるタイミングがあるので、 まずはですね、それを見ながらというところと、あとは1月の31日、来週ですね、フォー c シーがありますが、そこでのパウェル議長の諸々な発言というところを踏まえた上で、また大きく予想というのは変わっていくんじゃないかなと思います。はい。で、続いてですね、カナダの中銀が政策金利を5%で据え置きということで、利上げの終了というものを示唆しました。で、こちらにもあります通り、経済が想定通りに推移なら追加利上げの必要がないと初めて明言をして、 政策議論は、景気抑制的なスタンスをいつまで維持するかにシフトしているということで、まあ、利下げをいつするかっていうところはですね、議論し始めていると。で、これは、もう今、ECB の方でもそうですね、ヨーロッパのセントラルバンクの方でもそうですし、カナダの方もそうということで、のきらみですね、世界的な中央銀行の間では、日銀を除くんですが、利下げをですね、いつするかというところの議論に、今まさに移ってきていて、おそらくアメリカよりも早く、 利下げをするるる可能性があとところも出てくるんじゃないいかとは思いますで、一方で、アメリカの経済が非常に強いということもあるので、金利の低下スピードっていうのは、おそらくアメリカよりも他の、他、まあの諸外国の方が、まあ、い可能性があると思うんですね。そうすることによって、ドルの低下というところがなかなか起きづらく、まあ、そうなってくると、その、例えばコモニティとか、ビットコインもそうかもしれませんが、そういったいわゆるその代替資産のところの、 え、まあ上昇みたいなところがですね、なかなか出てこなかったりとか、まあとはやっぱり金利の低下が起こらないということもあるので、ま潜在的な、え、ま経済に対してのプレッシャー、そして、まあリセッションへのリスクというところが、まより警戒されやすくなる可能性もあるので、まちょっとですね、あの、利下げが、ま急速に起こり始めるのも困るんですけれども、まなかなかできない状況がしばらく続くというのは、ま少し今後、本当に大きな あの、ボラックにつながる可能性もあるんじゃないかって意見もあるぐらいなので、まあ注意をしながら見ていきたいかなと思っています。はい。で、あとはですね、中国の方も預金準備率を、預金準備率を0.5%引き下げましたということなんですけれども、今後もですね、いろんな措置をやっていくそうなんですが、今回ですね、えー、人民銀行の総裁が発表したんですけれども、あの、会見で預金のですね、準備率を引き下げっていうのは結構異例らしいんですね。で、なぜかっていうと、 ここにもあります通り、自民銀行の総裁が記者会見で先手を打って預金準備率の引き下げを明らかにするのは異例。通常は内閣にあたる国務員がまずその動きを示し、自民銀行はブルーサイトを通じて発表するということなので、今回の動きがですね、非常に差し待ったというか、あの、急用するものだったというのがわかるんじゃないかなと思いますし、本当に中国というのはですね、今、どんどんどん,どん不動産マーケットを中心に、 かなり景気が悪くなってきているので、まあ一刻も早く景気を持ち直したい。不動産マーケットも、まあ本当に一旦はもう勝手にやってくださいみたいな感じでしたけれども、まあ本当に大きな経済のアッカーというところにつながってしまうので、まあそこもサポートしますよというふうに言い出していて、まあかなりちょっと厳しい状況にあるっていうのは、まあ今実際のところなんではないかなというふうに思います。はい。まあ今後これがですね、プラスの方向に行くまでにどれぐらいちょっと時間がかかるかっていうのは、 少し見ていきたいわけなんですけれども、中国が大きくですね、このまま悪化していくことによって、世界経済の悪いインパクトというのは確実にあると思うので、早いところですね、中国の経済がまたそこ打ち、もしくは戻ってくるというところまで行ってくれると嬉しいかなと思っております。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。米国の株式マーケットはですね、引き続き、まあ、県ではありますけれども、こういったテスラのような、ある程度、 まちょっとここ最近パフォーマンスが悪かった銘柄が、決算が悪いというのは、まあ,あの、受け入れる範囲の内容だと正直思うんですが、例えばマイクロソフト、Apple Meta メタ、a z o n そして NVIDIA ですね、まああとは m d ともそうですけれども、このあたりの銘柄が、決算をですね、大外しする、まあ、ないと思うんですけれども、そういったようなことがあったりすると、マーケットは一気にですね、 え、肝を冷やすような展開になってくるかもしれないので、まあ、特に大型銘柄の、えー、決算というのはましっかりと皆さんと一緒に今後見ていきたいかなと思っております。はい、ということで、皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。